皆さんこんにちは、近藤裕樹です。僕はソニーユーザーなんですが、つい先ほどですね、今日6月29日、お昼時かなに、ニコンさんから ZFC というカメラが発売されました。これね、昨日一昨日ぐらいから噂になっていて、もう某カメラの情報サイトでも非常に多くのコメントがあって、これはいいぞみたいな感じで、盛り上がっているところを、見ました。でですね、まあいざ発表になって、本当に出たかと僕も思って、今サイトを見ています。ソニーユーザーとして僕的にまず感じたのはですね、とにかく、デザインめっちゃいいなと思いました。デザインめっちゃ良くないですか。これかっこいいなというふうに思いました。なんかニコンのね、FM2 でしたっけ、フィルムカメラ、当時のフィルムカメラですね、のデザインを周到して、今に落とし込んでるみたいな感じなのですが、なんでしょう、なんでこういうカメラってかっこよく見えるんですかね。まあなんて言えばいいんだろう、もうデザインとにかくかっこいいなというふうに、率直に思いました。で、今回カラーバリエーションもね、黒を入れれば7色になるのかな。まさかのね、カラバリがあるというね、カラーバリエーションがあるという感じで、かっこよくもできるだろうし、おしゃれにもね、可愛くもできる、カメラになったなというふうに思っています。で、まあ、ZFC のね、スペックに関してはあまり語らないでちょっと見てもらえればいいのかなというふうに思うんですが、とにかくね、ソニーユーザーの僕からすればまずデザインは最高にかっこいいなというふうに思いました。ちなみにですね、ちょっとスペックちょっとだけ言うと、まあ、APS-C カメラというカメラ、あのセンサーを積んでいるので、あのまあ、値段もね、フルサイズというセンサーよりは安く済んでるし、まあ、今のね APS-C でもすごく綺麗に撮れるので、ノイズもね、昔ほど出ないで抑えられてるし、APS-C カメラで出して正解なのかなというふうに個人的には思います。でですね、やっぱりね、いろいろねサイトをこうやってパーって見ていくとね、まあ、やっぱりおしゃれですよね。本当何回も言うけど、デザインはとにかくいいですね。ニコンのね Z50 というカメラとほぼスペックは同じみたいですね。で、まあ、僕ねニコンさんちょっとあまりわからないんで、あまり言及しないでおこうかなというふうに思うんですが、まあ、Z50 もね、いいカメラだという、レビューをね見受けるし、まあ撮る分には申し分ないのかなと、普通に撮る分には申し分ないのかなというふうに思います。まあ、もちろんね、アマチュアというか初心者の人が買うにもいいだろうし、ZFC ですね、 ZFC 初心者の方が買うのもいいだろうし、まあニコンのオールドファンというか、昔からねニコンを愛してる人、ね、好きな人が、買ってもなかなか懐かしめるというか、懐かしいけど新しいというか、そういったところでね、遊べるのかなというふうに思っています。で、まあ先ほども言いましたが、とにかくカラーバリエーションが、たくさんあるのでいいなというふうに思いますし、あとね、サイトをちょっと僕1個見てていいなと思ったのは、フリッカー低減の機能がついてるのが個人的にはいいなというふうに思いました。フリッカー低減ね、フリッカーというのはね、まあこういう蛍光灯とかでね、の下で、ね、写真を撮ると、あるシャッタースピード以外でやるとね、なんか写真にね、縞模様がね映ってしまう現象があるんですが、まあそれを防止できるので、室内でもねその機能をオンにしとけば、綺麗に撮れるという機能があって、それは非常にいいなというふうに思いました。まあいろいろね、デザイン、昔ながらのシャッタースピードのダイヤルとか、ISO感度のダイヤル、露出のねダイヤルとか、まあ、F 値はね、ちっちゃくね窓があって液晶があるみたいなので、まあそこで確認するというのもできるので、まあ露出のね、決め方をね知っていれば、ね、そのダイヤル見て直感的にねピピピっていじればできるのかなというふうに思いますし、まあ初心者の人でもね、オート機能があるみたいなので、オートにしとけば基本的に撮れるし、まあ、P モードっていうのでもね基本的には初心者の人でも撮れるので、まずは、このカメラ初心者向けでもあるのかなというふうに思います。まあサイト自体がね、なんか女性が登場してるの写真がほとんどなんですが、まあ女性向、デザイン的にもね、可愛さ的にも女性向けでもあるだろうし、僕はね、男性でもね、
昔ながらのね、さっきも言いましたけど、そのニコンの、ね、フィルムカメラ FM2 をね、カラー好きな人でも全然、楽しめるカメラなのかなというふうに思います。まあとにかくソニーユーザーの僕からしたらとにかくめっちゃかっこいいカメラだなというふうに思っています。ソニーさんね、果たしてこのカメラを受けてどういうことを感じているのか気になるところではあります。ソニーはね、α7C というカメラがあって、それはね一応2色展開、黒と銀色っていう2色展開ではあるのですが、基本的にはねソニーのカメラっていうのはほぼ黒なので、まあ誰がどう持とうが同じなんですよね。なのでこれからね、ソニーさん噂されてる ZV-1 というね、主にね、ブログ Vlogger というか Vlog 向けとか動画向けのカメラがね、あるんですが、それの後継機というか新しいのが出ると噂されているので、そのカメラもね、カラーバリエーションが豊富になるのかなというふうに、思ってはいます。まあこういうカメラがね、出るからにはソニーも何か対抗していかなきゃいけないのかなというふうに個人的には思っています。まあそちらもね非常に楽しみにしているしています。まあとにかく ZFC 発売おめでとうという感じで、ソニーのね、ソニーユーザーから僕は、ソニーユーザーの僕からしても正直、あこれは欲しいなと思わせてくれるカメラだなというふうに思いました。まあ発売がね7月下旬なのでちょうどあと1ヶ月ぐらいなので、これからね1ヶ月ねワクワク楽しみに待っていれば、待っているしかないんですが、このね待ってる間っていうのも非常に楽しいですしね、もうすでにね、海外のレビューの人はね ZFC のね、レビューしていて、シャッター音とかね僕聞けたので聞いたんですが、個人的にはすごく好きな音でした。まあそういった感じでね、もうすでに、レビューしてる人もいるので、ZFC ぜひ、気になる方は調べてみるといいかなというふうに思います。まあとにかくね、ソニーユーザーの僕からしても非常に、欲しいと思わせる、思わせてくれるカメラがニコンさんから出たなと思いました。まあそんな感じで今日はちょっとね、ZFC 発売おめでとうということで、まあソニーユーザーのね僕から見たちょっと視点を語らせていただきました。まあこのカメラ売れるでしょうねきっとね。まあただね値段がね、キットレンズだけも含めると15万16万ぐらいになるみたいなので、もう少し値段がねこなれてくると、それこそ12、3万、キットレンズ込みでね12、3万ぐらいになれば、もっとね、幅広い層というか年齢層というか若年層というかね、若い人にもね、売れるのかなというふうに思います。やっぱね学生でね欲しい人っていうのも多分絶対いるだろうし、うん、なんかそういった向けにもね、出ればいいのかな、そういったところにも届くカメラっていうのも大事なのかなというふうに思います。まあなかなかねそういうのは難しいのかなと思いますが、まあぜひね、こういうね、僕はソニーのユーザーですが、カメラ業界全体がねこうやっていろいろカメラを出して売れてくれればカメラ業界も盛り上がるので、とにかく、ニコンさん発売おめでとうという感じで、祝っていますといった感じで、今日の動画はちょっとこれで終わりたいと思います。詳しくはねホームページとか、載っているので、ぜひね、ソニーユーザーの人でも、ぜひチェックしてもらえればいいのかなというふうに思いますし、もちろんねニコンさんのファンはねもちろん調べてるだろうと思います。買われる人もいっぱいいるのかなというふうに思いますので、この1ヶ月ね、ワクワクドキドキして待ってればね発売されるので、気長に待ちましょうという感じです。はい、すいませんちょっと長くなりましたが、今回の動画はこれで終わりたいと思います。よければ高評価していただけると嬉しいです。あとはね、僕の動画違うのも見ていただいて、よければチャンネル登録していただければ非常に嬉しいです。まあこういった感じでカメラのことを中心にね、話している動画にチャンネルになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。